下での重要な一戦、実況は私西岡とお隣解説席には岡田武さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。試合が開始されます。セスク・ファブレガス、パスを出していった。ユナイテッドのスローインで再開です。オーエンがいます。もう一度スローインです。ここにサニアがいます。スローインでの再開はアーセナルボールです。これはパスミスになった。ギグス、体を当てて取る、奪った。ウォルコット、味方が上がってチャンスを作りにかかります。周りを確認したい。クロスを出した。このヘッドは外れてしまいました。タイミングがずれてましたね。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。行くしかない。ベストのタイミングでの飛び出しでした。あ、素晴らしいタイミングでしたね。コーナーキック、アルシャビン、シュートはディフェンスがブロック。ギリギリのクリア。コーナーを取りましたアーセナル。ガラス、ファブレガス、テオ・ウォルコット、ここにはキャリック、オーエン、動きに躍動感があふれますウォルコット。ファブレガスです。審判はフリーキックを指示します。ゴールが見えてきた。ロングシュートはキーパーが難なく処理します。まあ打った方としても流れを引き寄せたいというような意図の方が強かったのかもしれないですよね。ギャラス、ギグス、ルーニー、ガラス、ボールにはウォルコット、ファンペルシー、強い、体をうまく使います。ボールを取った。効いている男、キャリックです。奪った。一転してチャンスだ。これはファンペルシー。スコールズがさりげない存在感。オーエン、フェルマーレンいました。クリシーです。アンドレイ・アルシャビン、ロビン・ファンペルシー、ファブレガス、ここから先の出しどころに苦労している様子です。今日の試合は面白いゲームになりそうですね。マンチェスター・ユナイテッドとしては先制点を取りたいですね。チーム力には差がないので、赤い悪魔の怒涛の攻撃を見たいですよね。シュートに行けるか。このクロスは許しません。ゴールが見えてきた。やはりいいチームですよね、ユナイテッドは。はい、どのポジションにも隙がありませんし、よくまとまってますよ。ゴールだ、決まった。さあ、ゴールを決めて、そしてビシッとパフォーマンスも決まります。試合を動かす力を持ってますね、岡田さん。はい、派手にパフォーマンスをすることで煽ってですね、試合は自分たちのもの、そういう雰囲気を植え付けてしまいましたね。パスコースにはディフェンスがいます。ファブレガス、あとレフリー、
コールスコールス。抜いた。周りを確認したい。キーパー前に出てボールを処理します。判断いいですね。このパスはダメでした。通りません。大チャンスだ。ボールがこぼれました。前に出しましたが気を抜けません。ヘッドでつなぎます。ギグスが行きます。クロスが上がった。これは止められます。ファンペルシーが行きます。ボールにはファブレガス。ボールを持って中に入る。ここで網にかかる。素晴らしい対応。なんとか防ぎました。あとレフリー避けられない。エブラ、ギグス。これはやや強引か。ウォルコット、ファンペルシー。このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。これは黄色のカードが出ます。フリーキックはゴール近くから。直接狙っていい位置ですよ。慎重に蹴りたいですね。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。決めに来た。同点の願いを込めたシュートはゴールならず。ここで追いつけると非常に楽になったんですがね。鉄壁の男リオ・ファーディランドがこの位置です。ここにオーウェン。コーナーからのリスタートになります。アルシャビン、ファンペルシー。ディフェンスの網にかかる。フリーキックです。ユナイテッドです。もう始まっているぞ。雰囲気があります。アルシャビン、ファンペルシー。いい形ができつつある。ボールへの寄せが非常に速い。マイケル・キャリック、サニャ。これはファンペルシー。アルシャビン、バレンシア。スコールズが抑えます。ルーニー。あっとこぼれた。ゴールキックへと変わります。ここで前半終了です。アーセナルがリードのままハーフタイムを迎えます。前半も終了してハーフタイムですが。